山間の秘境部ね、久しぶりに来ましたよ。スクーパーフロッグのダディね、スクーパーフロッグ新しいサイズ、これをねそろそろ効くんじゃないかなっていうことで持ってきてみました。ちょっとね久しぶりなんでいろいろ投げていきたいと思います。まずはこのなんかよくわかんないけどよく魚のいるこちらの隙間に、今ね時間はお昼ぐらいね、えお腹の空いたお昼食べるバスいないかなということで、お昼バスいないですね。ちょっとし多分魚自体はいると思うから目合わないようにそーっと入れたら、あ、鯉だな。鯉がいるってことはまあバスも大概入ってたりするんだけど、流れがあるか。おお、流されてきた。今ね一回反応したね。ルアーのサイズ落とせば食うかな。魚はいましたか。出なかったんで、こういうめっちゃ浅いところにいいらしいね、フューリアスを一回泳がしてからまた何か考えようかな。なんかこういうところでたったかたったかたって使えないかなと思って買ったんで。お、こういうとこでルリ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 ってやったら、泳ぐけど魚は出ない。ルリルリルリ、ワームじゃないとダメか。ダメ。トップウォーター。背びれ。浸食。ちょっと追わせるストロークがないからあれだけど。バスはいたんだよな。バスはいたけどワームじゃねえと、ワームじゃないと食わない感じ。
わあ、おむずい。寝がからないという噂バイブ帯。これのシミ、シギルが プラグとダメだったんで、ワーム脇掛けにしたジグヘッドリグ、まあジグヘッド脇でこうカニが流されてきたって感じのね。以前にこの手の感じで反応をもらえたことがあるんで、至近距離ですが、カニワッキー、おーっしゃ、あー来た来た来た、うお、やっぱいるんですよ。ちょっとねこう狭くてプラグに忘れてるかなっていうところで、これねこうダブルウィップの、まあ、カニっぽく落とすためのジグヘッドワッキーね。はい、ダブルウィップのねジグヘッドワッキー、なんか待ち構えてるね流れ出しへのアプローチにはねこういうセッティングすごい効くんで、でタックルは、グラビアスのハイギアのモデルに6フィート7インチぐらいの、結構柔らかめのミディアムライトパワーぐらいのねベイトフィネスみたいな竿で合わせております。イエイ。引き続きなんかちょっと怪しげなところにはさっと打ち込んで、こちらにはいらっしゃらない。あー、絶対あの一匹がいるってことはもうちょっと40ぐらいまでのがねいるんだと。なんか今食いつきに来るモーションが見えたような気がするんだけど、
あ、食った。根がかり回収してたら、しかも結構いいサイズ。あ、根がかりじゃない、あのバックラッシュ、バックラッシュして棚を直してたら食ってたもん。でかいでかい、やたまにはバックラッシュしてみるもんだ。うお、でかい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 。どうしよう、あげれるかな。うっほ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 っ。おーし、ちょっとごめんね、今はあげ、あ、ちょっとでかいでかいダブルウィップを沈め込んでいたら、もうズリズリって言ったら俺終わっちゃうから。よいしょ、でかいでかいでかい、よっしゃよっしゃ。あー、いるんだ、ナイス。はーい、タニブロスのね、ダブルウィップ、こういうアフターの時期にふわふわさせんじゃないといいかなと思ったら、でででででー、ねえ、もう痩せてるバスだけど長さは結構あるんじゃないかな。ちょっとね、長さも測ってみたいと思いますけどね、これをバックラッシュしてね、ゆっくりと誘ったら、まあ見ての通りバックラッシュして何もしてなかったんで、この手がね、自発的にこう多分流れでアクションしてくれて、こういうちょっともう厄介なバス、上流で何やっても口使いづらいようなね、そういったバスが反応してくれました。いやー嬉しい。長さはこう来て45ってところですかね。はい、45アップね、で逃がしてあげます。はい、ダブルウィップ、長さはね45センチぐらいありました。アフタースポーン、まあスポーニングが終わって体力回復しなきゃなーって、ゆっくりとしているバスにこういうふわふわしたのでね、今なんかもう本当バックラッシュの最中だったから、自分からはもうノーアクションで、ただこう、まあ重りがあるんで着底して、この触手がうまいことね、弱々しく誘ってくれて、バイトがもらえたっていう感じなんだと思います。ラッキーショットでしたけどね。でタックルはですね、これは 6.7 フィートのミディアムライトの竿に、ジーニアスプロジェクトのグラビアスのハイギアのモデルですね。でラインはこれはですね、10ポンドだったと思います。クロロカーボンの10ポンドを入れて、まあベイトフィネスみたいな感じで、で、まあ不意にああいう45ぐらいのが来てもね、比較的安心してファイトすることができました。じゃあ引き続き頑張ってみたいと思います。いやー、完全なるラッキーショット、ちょっと針開いちゃいましたけど。ガードはついてる、ジグヘッドに、まあ、あらかた目星をつけてセンターにこれだけね。どこで、そっちから、あ、ここで取り込んだから、そこの深み、あ、バックラッシュしてるんですよ、ちなみにこの奥ですね。バックラッシュをこうやって直していたらヒットしました。そんで直ってないんで、補修作業、これで2匹目が釣れたらパターンだよね。いやね、もう今日気温30度ぐらいあるっていうんで、ちょっと久しぶりに暑いんでフラフラしながらねやっておりますが、この何もしないさなかにダブルウィップだと、あの触手がうまいこと魚にアピールしてくれて、それでバイトにね至ったという、こういうことでございます。はい、次は釣れてなかったね。あー、でもちょっとオレンジ色どぎついかなとか、いろいろ不安な感じでやってたんですけどね、えしっかり反応してくれたんで、
こう流れがあるところではたなびくようになるんですけど、後でちょっと浅いところで見ますか。流れのないところだとね、こう触手がどれかしら4本ねあるから、どれかしらがこうねとーねとーって感じでね動いてくれて、で今のちょっと表層のトップとかでプラグとかで1匹も釣れなくて、魚も見えなくてどうしようかなと思ったんだけど、まあ偶然ですけどちょっと沈め気味でアプローチしたら反応してくれるのかなってのが分かったんで、いやー久しぶりだな。でもこういう竿でああいうサイズ釣れたの嬉しいなね。やっぱちょっといろいろなタイプのルアーを準備してった方がいい時期になりましたよね。もうある程度寒すぎる時期とかだともうこれだけって感じで決め打ちになるけど、本当もうハイシーズン突入でもうちょっと素早くピピピピピって泳ぐやつがいいのか、こういうふわーっとしたのがいいのか分からなかったんで、まあたまたま今ねいい反応がもらえたんで、もうしばらくねっとりと深いところまで沈め込むような感じの釣りでやっていきたいと思います。いやー気持ちよかったな三重鯉はいるけど三重バスがちょっと少なめかな。このルアーっていうのはそのメーカーのサポートスタッフの人たちがこんなのがあったら釣れるんでないかいっていう意見を出して、でそれをすぐにねサニーボロスが、あじゃあやってみましょうって感じでね形にしたっていう風に聞いてるんで、すごいねそういうところが素早いみたいですよ。よいしょ、だね。おお元気元気元気。おい。よいしょ。ドラッグウィップのダブルウィップですね。に元気っこバース。よいしょ。よいしょ。騙されちゃったね。ジグヘッドは脇に来てくれました。いやー綺麗。ちょっともう回復してきてるのかな、餌もちゃんと取れてるのかな、綺麗な魚体ですね。引き続きのダブルウィップにね、綺麗な柄の出ているナイスラバス。もうねアフターっていうよりこれはもう回復してるね、黒目もね、お腹のこの感じも、ね、こういう感じのベイトフィネスみたいなタックルでやってみております。イエイ。